美とリラックスの隠れ家、美容師と太鼓式マッサージ、美容送信マッサージが一つになった隠れ家的サロンヒップス。普段の喧騒をちょっと離れて心地よい空間とひとときを皆様にお楽しみいただければ幸いです。電話番号は 098-897-3995 です。ギノアン HIPS で検索してください。番組の最後にはヒップスワンポイントビューティーレッスンもありますので最後までお聞きください。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com。 また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますのでたくさんツイートしてください。よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。おはようございます。ゆきさんよろしくお願いします。ゆきです、よろしくお願いします。今日はですね、今ヒップスでですねお客様にですねファスティングわかります？断食なんですけども、はい、これをちょっとやっていてですね、だいぶ何年か前 2,3 年前に私ヒップスはちょっと断食道場みたいな感じで、断食道場まで行かないんですけど1日ホテルで泊まり込んで、酵素を飲んでいろいろマッサージとかをやって1日過ごすっていうのをやったことがあったんですよ。すごい好評で、もっとやってほしいっていう声もいっぱいあったんですけども、今はちょっとそういうふうにお泊まりっていうのをちょっとやっていなくて、たまにお客様がファスティングやりたいとかいう方に1日でもいいし3日でもいいし、もう1週間やる人もいるんですけどね。なんかもう私としてはそんなに長いことやらない方がいいですよって言ってるんですよ。やらない方がいいってことはないんですけど、終わった時にバーって食べてしまったら何にもならないので、恐ろしいな、なんか我慢我慢してドカッと食べてしまう人がいるので、それはちょっと避けたいところなので、そんなことしない方がいいですよみたいな感じでやってるんですよ。で、今やられてる方は3日間ということで、本当は1週間って最初言われてて、いやもう1週間長いからそんなにやらなくていいよって言って、でじゃあ4日とか言ってたんですけど、もう4日も長いからいいですよ、3日やってくださいみたいな。目的は何なの？この方はやっぱダイエットですね。でもその3日間食べなかったからってそんなに10キロ痩せるわけでもないので、そんなにやってもまた戻ったらどうしようもないので、でもなんていうのかな、やっぱり標準よりちょっと超えた体重になっちゃった場合は、やっぱ自分が食べ過ぎてるっていうのにあんまり気づいてないんですよね。でもやっぱり食べてるんですよ、ね、多分そうですよね。そうそうそう、なんかちょこちょこ口に入れてるのはカウントしてないんですよね、多分。あ、はいはい、なんかわかります、はいはい、なんかカウントしてないので自分はあんまり食べてないのになんかどんどん太っていくっていうのがちょっと常なので、それをちょっと見直す、食べないってことはこういうことなんだなっていうのをちょっと見直すためにいいんじゃないかなと思います。食べないってことを見直すためにファスティングまでしなくていいんじゃないですか。まあでも本当に大きい方はやっぱりちょっと やりたいっていう方多いですよ。でも、もうやりだしたらいろんな、なんかやっぱりちょっとなんていうのかな、まあインスタントものとかそういうのを多く食べてる方なんかは、特に私なんかもそうなんですけど、もうやったら頭が最初痛くなるんですよ、ガンガン。もうなんていうのかな、もうなんか毒素が出てるのかなっていうぐらい、もうすごい頭が痛くなるんですけど、昨日はだから
このファスティング中3日間の間はマッサージに来てくださいって言ってるんですよ、うん、もうやっぱりお話し合いっていうのも大事だし、してこう頭とかも揉んであげて、ちょっと痛いので頭痛いのでちょっとほぐしてあげて、うん、ね、なんかやっぱり痩せたいところをマッサージするっていうのも大事なので、うん、そしてなんか代謝が良くなるのでまた痩せやすくなるし、そういうこともやってます。なんかね、もう本当に極端なんですけど、もうすぐ戻ったらどうしようもないんですけど、とにかくなんかリセットみたいな感じですよね。このファスティングできるぐらいの精神力があるんだったら普段食べないってできないんですよ。そう思うんですよ。そう思うんだけど、なかなかそれができないからこうなってしまったみたいな感じなんですよね。極端だな。でもそのダイエットだけじゃなくって、なんか年の秋なんていうのかな、アトピーとか、そういうのの体質改善でやったこともあります。結構体質改善しましたよ。答えは体質改善したんだけど、またでも普通のこのこういうどういうの、加工物、加工品っていうのかな、そういうのをやっぱりあなたにはちょっと合わないみたいだから、やっぱり自分で作って食べた方がいいですよって言うんだけど、またやっぱり普段の食事に戻ってしまって、後が大事ですね。そうなんですよ、後が大事で、私感が良くないみたいです。後がやっぱり大事ですね。でも確かに食生活リセットできそうですね。一回本当に水と酵素だけです。そうなんです、水と酵素をいっぱい取るって感じなんですけども、うん、まあ、酵素はドリンク状のものをもうまあ決められた量を飲んで、うん、あとはお水をたくさん取るって感じなんですよ。でもうとにかくなんて、人間って割とちょっとなんか食べてしまったらもういいって感じでもうバーって食べてしまいがちなので、それはちょっとやめてもらって、なんていうの、ちょっとぐらい失敗してもまたそのまま続けようねみたいな感じでやってるんですけどね。でも私はどっちかというと1日ぐらいでもいいんじゃないかなと思います。1日やったとして、で前後をなんていうのかな、ちょっと軽い食事にする、その方が効果があると思います。週に1回とか、もうだいたいこんなのやるって言ったらもう10キロ痩せたいとか、なんかこういう方が多いんだけど、こういう場合はもうとにかく週に1回とかをそういうふうにやって徐々に減らしていくっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。今一生懸命こう分かろうとして聞いてるんですけど、はい、でもやっぱりなんていうのかな、やる人って案外切実なんですよ。もうどう、そう、その気持ちを今分かろうとして聞いてるんです、うん、はい、なんかもうどうしてこんなに太っちゃったんだろうとか、うんうん、もうどうしてこんなになんかアトピーとか治らないんだろうとか、もう本当に悩んでるんですよね。だからちょっとリセットするために、なんかなんでアトピーなのにしょっちゅうお酒を飲みに行くのみたいな感じとか、アトピーでね、結構良くなったらまた痒くなるから、痒くなるんだけど、でもなんかやってしまうみたいな、分かってもいると思うんですよ。分かってるんだけど、なんかちょっとやってしまうみたいな、食べてしまう、飲んでしまうみたいな感じなんですよね。ファスティングやるんだったら覚悟した方がいいですね。後も長いよっていう、この後のケアも。そうなんです。後がもう最初もそうなんですけど、うん、少し減らして、だから後も減らしていくって、もう、うん、ダイエットなんていうのは一生の食事のなんていうのかな、癖みたいなのを直していくことだと思うんですよね。まあそうですね、うん、そうそう、なんかして一番面白いのが、なんかやっぱりエステの友達とかもいっぱいいるんだけど、ダイエットのことやってる人もいっぱいいるんですけど、うん、みんなが口を揃えて言うのは、やっぱり寝ない人が太るんですよね。もう夜、あ、食べるから、夜食べるからっていうか、夜起きてる人っていうのはなんかやっぱ体が昼間寝てるのと違って疲れているのか、なんか味の濃いものだったり、なんていうのかな、太りやすいものを食べたくなるんですよね。だからやっぱり太りやすい、まあ夜寝る前っていうので吸収しやすいっていうのもあるし、それプラスなんか太りやすいものを体が欲してしまう、うんうん、
それで太るみたいです。確かに夜更かししてるとなんかいらんもん食べてしまいますね。そうそうそう、いらないものっていうか、もう本当になんか味の濃いものとかそういうのが欲しくなるみたい、うんうん、なんかあれですよね、あの夜中起きてるのになんか薄い味付けのなんかあのおかゆとか雑炊水とかあんまり食べないですよね。やっぱりね、うんうん、なんかちょっと味の濃いなんかポテトチップスとかなんか、うん、あんなのが食べたくなるっていうか、はい、そうですね、本当その通りですね、はい、うん、なんかそんな感じで、まあ、お酒も飲みたくなるだろうし、うんうん、またそれのおつまみって言ったら味の濃いものになってくるし、うん、なんか塩分あの控えたことが私あって、うん、あのお塩を控えただけで相当痩せますよ。え、痩せるんですか？痩せますね。あの本当にびっくりしたんですけど、自分でもやってみて、あのお塩って糖分よりも太るんじゃないかな。初めて聞きました。うん、水分を溜め込むみたい。またむくむじゃないですか、はいはいはい、すごいむくむっていうのもあって、なんか本当にあの塩分控えたら痩せますし、あのむくみも取れるんですよね、うんうん、本当に不思議なんですけど、なんか糖分より塩分がなんかあのダイエットには適かなと思います。なんか塩で太ってると嫌な感じがすごいねむくむか、むくむくしてし、うんうんうん、きそうじゃないですか、うん、なんかね、あんまり体にも良くなさそうじゃないですか、うん、そんな感じでやってます。なんか今ね、あの本当に戦ってくれていて、頭痛いのに昨日も来て頑張って、あのマッサージしたんですけどね、もうでも10キロぐらい痩せたいって言ってあのやってますね。じゃあ決心されたんですね、はい、でも私もこの方をあの成功させようと思って頑張って、うんうん、やっぱり誰かいた方がね、一人ではちょっとね、はい、ちょっと難しいんですよね、うん、なんかもう自分の意思が一番なんですけども、やっぱりなんか誰かがそばにいた方がやりやすいっていうのもありますよね、うんうんうん、でもあのこっちとしてはもうあなたの意思がやっぱりお客様の意思が一番ですよみたいな感じではあるんですけどね、うん、でも病気でもそうですよね、あの自分で治そうっていう気持ちがない限りは治らないっていうか、うん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 、どうでもいいと思ったらどうでもよくなっちゃうのでね、そういう感じであの1曲お願いできます。妊娠手術へ、瀬戸内海にたくさんの猫が住む猫島が点在しています。そのうちの一つ、香川県の小木島で6月島すべての猫に不妊手術をすることになりました。この小木島の人口は約180人、猫はこれを上回る200匹と推定されています。猫目当ての観光客が増える一方、畑の作物をかじったり漁に使用する網を食いちぎったりする被害も報告されています。これを受けて6月に動物基金の協力で不妊手術を実施する予定とのことです。手術後には決められた場所で住民が餌を与えて猫との共存を目指すというニュースでした。6月に入ってから公益財団法人動物基金の会の方の協力で、この小木島、まあ、猫島と呼ばれているそうですが、この島の猫たちの不妊手術を行うそうです。猫を迷惑がるのではなく共存する島として PR していくというふうに書いてありましたが、やっぱり猫と共存するためにはその餌をあげているだけじゃやっぱりダメなんですよね。そうすることで猫たちはやっぱり増えていきますから、本当はね悪いことではないんですけど、やっぱそれによって苦情が出ると猫たちが殺処分されてしまう可能性が高くなってしまうということがあるので、この島の人たちは共存するために不妊手術に踏み切ったということです。やっぱり殺処分を減らすには不妊手術がまず一番の近道であるというふうにお話をいろんな方に伺いました。動物基金の方にも、この番組にちょうど名護でこの一斉 DNR の事業が行われた時に来ていただいて、動物基金の方そして獣医師さんにも直接お話を伺いました。私もね、なかなかこの不妊手術をするっていうことに、まあ、両手を挙げて賛成とは言えなかったんですけど、やはりむやみに無意味に殺されてしまう犬猫たちがいるという現状はまずどうにかしないといけないのではないか、そうやって苦しい葛藤
がありながらも、まず自分からと手を挙げてこう動いている動物基金の方、そして琉球ワンニャユイマールさん、一斉 TNR を行っている皆さん、素直にすごいなと思います。私も TNR 目の当たりにして、猫たちの負担を少しでも軽減しようと気を配っているボランティアの皆さん、そして獣医師の皆さんの様子を間近で見ました。猫と一緒に暮らしていくために、命をむやみに殺さないためにも、この TNR の事業を全国で理解されて、そしていつかは TNR しなくてもいいような世の中になればいいなと、私個人としては思っています。以上、アニマルニュースお届けしました。川光愛のアニマルカンパニー、アニカンお届けしています。さて、この後はですね、つなぐ沖縄のハチさん、そしてワンズパートナーの会中原さん、先週お話を伺った、はい、ヒプスチャンネルです、お届けします。はい、なんかこのね、食事の話を今ゆきさんと一生懸命してたんですけど、やっぱり食育で食育って大事だねっていう話をしていて、ね、なんか私らでも小さい時に美味しいって感じてたもの、食べよく食べてたものってすごいなんか食べたいんですよね、はい、そうですよね、はい、だから家族が太ってたら、まあ、遺伝もあるかもしれないけど、なんかほら太りやすいとか言うじゃないですか、やっぱりちっちゃい時にこのちょっと太りやすい食事をよくあげてたら、やっぱりそれに返ってしまうっていうか、あの味が美味しいよねみたいななってしまうんです、大人になってもね、大人になっても、だからやっぱりそれをリセットするための断食でもあるかなとも思います。やっぱりでも、まあ、どっかに残ってるんですけどね、この美味しかった味、なんかね、よく今思い出したんですけど、よくなんていうの、スーパーのレジのパートの人とかお客さんとかもいるんですけど、よく話するのが、こってりしたもうなんていうのかな、甘いまあチョコレートケーキなり、なんていうのかな、ちょっとアメリカの味、外国の味みたいなのを、なんかこれ美味しいよねって買っていく人は大体結構年配なんですって、沖縄の場合は。でコーラとかこういうのもなんか好むのは沖縄ではなんか、はい、戦後多分とっても美味しかったっていうのがすごいあるみたいで、案外若い人の方がなんか健康食を好んで、そこまで甘いのはちょっとみたいな感じとか、ちょっと自然食傾向だったりするみたいなんですよ。だからやっぱり猫って若い時っていうか、ちっちゃい時とか、なんかとてもこってりしたものを食べてたら、やっぱりそこに美味しかったっていうのがね、どっかに刻み込まれるのかなみたいな、絶対そうですよね、ありますね。ちっちゃい時の食事大事ですね、大事だと思います、やっぱりお母さんの食が一番、お袋の味っていうかね、それが一番じゃないですか、誰でも他の人が食べてどうこうじゃないんですよね、これは自分がやっぱりあれが美味しかったって思うのがすごい美味しいんですよね、だからやっぱお母さん頑張って、だからもしこのお母さん自身がこの脂っこいもんとかが好きだったら、自分の代で食い止めるように頑張らないといけないですよね。本当ですよね、食い止めた方がいいですよね。これは大変なことですけどね、そう思います。なんかしてやっぱりアメリカなんかでもあれみたいですよ、ストレスなんかやっぱり低収入の人が太ってるってよく言われるんですよね。結局油なんかでもいい油を使った方が太らない、ね、なんかやっぱり炭水化物だったり、なんかハンバーガーだったり、安いものが太りやすいのが多いんですよね。なんかちょっと手を加えたものってちょっと高くもなるし、大変な感じになるんだけど、その方が太りにくい。だからよくダイエットではグルメになりなさいとかよく言うじゃないですか、言うんですよ。グルメな人の方が、だから本当に美味しいものを少しずつ食べる方が太らない。なんかその考えだったらね、いいですね、はい、だからもしリセットして、次に食事を始めるときはそういう考えでやってほしいな。それ見たいです。本当になんか犬が来たら、ね、私もね、沖縄の料理も好きだけど、やっぱり京都料理のだしとかになってしまう、自分で作ったら、あとね、幼稚園が週に1回某
フレンチクルーラーが出てたんですよ、給食に。はい、未だに大好きですもん。へぇー。あ、ありますね。あ、そういうのも出るんだ。あ、ね、あ、はいはい。だったんですけど、たまたまうちの行ってた学校が。もう大人になってもやっぱり大好きです。ああ、ですよね、うん。だからやっぱりちっちゃい時に食べたら、食べてるものっていうのはとってもね、私も、私なんかはもう大阪だったのに、きつねうどんの味はもう本当に一人でもなんかおうどん食べに行きたいと思って、あの、うどん食べに行ったりもするんですけどね。はいはい、あんまりどうかなと思うけど、おうどんっていうのもね、結構、あ、厚揚げがの、厚揚げで薄揚げが乗ってたりね、うんうん、ああいうのがもうとっても大好きで。いいですね。はい。でも、ね、これも炭水化物の塊みたいな感じではあるんですけど。でも本当にね、美味しいと思うものはもうしょうがないですね。ちっちゃい時が大事ですね。そうなんですよね。だからお母さんたち、ちょっとあの今のうちに頑張ってください。あの子供を太らしたくないと思うんだったら、今子供さん細いかもしれないけど、それをちょっと組み込ませない方がいいと思う。どこかに。分かりました。はい、そろそろワンポイントビューティーレッスンの、あ、もうちょっと張り切っていきます。はい、張り切って。ヒップスのワンポイントビューティーレッスン。はい。はい、ごめんなさい。はい。あの、このちょっと、あの、塩分の話をしたので、やっぱりあの、むくみとかが気になるので、むくみといえばやっぱり足なんですよね。足がとても疲れてたり、あの、塩分取りすぎたりしたらむくむくして、もう本当に足も疲れやすいっていうのも多いので、あの、足やりたいと思います。足はまあ何回かやってんですけど、まあ今日もちょっと足でやりたいかなと思って、思っています。で、足っていうのは、あの、ふくらはぎ今日はやってみようかなと、はい、ふくらはぎは第二の心臓って言われてるぐらい、結構今あの割といろんな本が出てるぐらい、あの、大事なところで、膝まで、膝の上側ぐらいまで、あの、やりたいと思います。これあの、足真ん中に骨、太い骨があるじゃないですか、はい、これの周りを、あの、くるぶしから上をなんか掴むようにギュッ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 って少しずつ上に上がってきてほしいんです。ギュッ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 って、もうなんかちょっとあの、なんかに噛まれてるかなみたいな引き離し、ワニとかに、ワニとかに噛まれてるかなみたいな感じで、骨の横をなんかちょっと引き離す感じで、ガブ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 みたいな感じで、あの、ちょっとやってほしいなと思って。そして内側でも外側でもいいですから、あの、一個片方や、あ、片方って片一歩やったら、あの、外、内側やったら外側やるって感じで、ガブ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 って言って噛むみたいな感じで、あの、引き離す感じでやってほしいなと思います。骨の、あの、キワっていうのかな、骨の、あの、キワをこう引き離す感じで、あの、やられたら一番いいと思います。それを上までこう上げ、あの、上まで行くって感じですね。そしたら、あの、割と、あの、ほぐれるので、なんとかしなきゃって、やっぱり思ってます。あの、いいと思いますよ。そして、できればですね、膝の、あの、ちょっと上側までやられたら、膝がちょっと、まあ、痛い方っていうか、疲れやすい方も、あの、結構ほぐれていいと思います。あの、くるぶしの周りっていうのもとてもいいので、とにかく、あの、前に、一番、あの、細くなりたいためにはですね、あの、戻らないってことが大事なんですよ。こう上まで行って、してもう一回また上まで行く。下から上に、下から上に、下から上に、やられたらいいと思います。はい。やってみてください。これ、あの、まあ、別に戻ってもどうこうなるってわけでもないんですけど、痩せたい場合はですね、細くなりたい場合は下から上に行かれた。じゃあそうじゃなかったら何ですか？そうじゃなかったら体が疲れを、あの、ほぐすっていう面では別に戻って全然 OK なんです。だけど、今ビューティーですから、ちょっとあの、はい、細くなりたいんだったら、あの、足の際をちょっと、はい、あの、掴んでいただいて、はい、あの、膝の上まで、はい、ギュッ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 って上まで行かれた方がいいと思いますね。それを、あの、両サイド、この中心に骨があるから、この両サイドを頑張って上まで。
細かくです、ね、人間ってなんかすぐなんか大きく移行移行するんですけど、はい、細かく細かく上まで上がっていったらいいと思います、うんうん、そしたら足もほぐれて、うん、足ゆったりしていいと思いますよ。これからやっぱりね、なんか足、まあ、クーラーのせいもあるんじゃないかな、足むすくむとか疲れてるとか多いと思うので、やっぱりやってもらいたいと思います。はい、なんかもう時間ないんですけど、はい、いつも参考にしましょうね。よろしくお願いします。はい、また来週よろしくお願いします。ありがとうございました。ヒップスチャンネルでした。はい、また来週。子猫がたくさん収容されてっていうので、中原さんもハジさんも同行させて、そのレスキューに行くというので、今日は美容室ヒップスでお送りいたします。美とリラックスの隠れ家、美容師と太鼓式マッサージ、美容送信マッサージが一つになった隠れ家的サロンヒップス。普段の喧騒をちょっと離れて、心地よい空間とひとときを皆様にお楽しみいただければ幸いです。電話番号は 098-897-3995 です。ユノアン HIPS で検索してください。番組の最後にはヒップスワンポイントビューティーレッスンもありますので、最後までお聞きください。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので。